明日の入り時間は6時半。お、遅めだな。あ、どうも、新庄圭のあなたの心情を聞かせてよ。大好評第3回目を迎えました。ですね、今日は早速、相談の方を読んじゃいたいと思います。読んじゃいたいと思います。私は朝が大嫌いです。眠くて眠くて何度も学校に遅刻しそうになります。撮影などで朝が早いときはどういうふうに目を覚ますんですか？何かアドバイスあれば教えてください。お願いします。というアンチーズさん、14歳、女性の方からいただきました。ですね、もうコツというかですね、もう起きるしかないんですよ、僕らの場合。本当にドラマっていうのは、不規則といいますか、特殊なお仕事でして、夜11時から始まるときもあれば、夕方の6時から始まるときもあれば、お昼の2時から始まるときもあれば、朝の6時から始まるときもあれば、夜中の3時から始まるときもあると。こう全くですね、一日バラバラなんですね。だから一日中撮影した次の日にも3時間空いてまた撮影だったりとか、そのままずっと撮影だったりとか、まあもちろん休める時もあるんですけど、だからね、起きるタイミングというのはいつも違うんですよ。多分そのアンチーズさんとか、アンチーズさんだよね多分とか、あと他の学生さんなら社会人さんはみんな大体同じ時間に起きると思うんですけど、規則的に起きてると思うんですけど、僕らの場合本当に毎日時間が違うんで、こう起きるコツっていうのもね、ないんですよ。何がコツって言ったらね、目覚まし時計です。めっちゃうるさい目覚まし時計があるんですよ。こんな形のライデンかな、何か名前がでかい目覚まし時計なんですけど、その目覚まし時計を使うと 100% 起きれます。でコツとしては、携帯電話のアラームをかけるんですよ。それをかけた上、その5分後ぐらいこうなんていうんですか、もう一回鳴るようにしておいて、で遠くに置いておくんですよ、目覚ましを。近くに置いておくとピッて一回止めちゃって、そのまままた二度寝しちゃうけど、遠くに置いておけば起きなきゃいけないから、起きて、あ、やっと止めたって、そのまま起きれるんです。で、もう一つコツは、起きることはシャワーです。朝シャン起きて、あ、眠い、どうしようって時にもシャワーをバー回してサーッと浴びるとすっきり起きれます。まあそんなもんかな、コツは。あとはね、もう夜寝る前に牛乳飲んでなんかあったら牛乳とか飲んで、ちょっと心落ち着かせて寝たりとかするといいんじゃないかな、女の子だし。うん、まあそんなものかな。あ、一番のコツはその次の日の、なんだろう、楽しみというか、あ、明日は何して何してっていうことを思い浮かべてから寝ると、次の日すっきり寝て、よし今日は何しようっていうふうになれると思います。皆さん夜更かしには気をつけて、朝寝坊は良くないよ。早寝早起きは三文の徳。以上、新庄芸能、あなたの心情を聞かせてよでした。情報早いじゃん。ちょっとそれ俺のパクリじゃん。